はい、プレーボールドーム野球人です。まさかのカムバック、日本ハムがドリュー・バーヘーゲン獲得発表、メジャー契約断り電撃復帰へということでございまして、はい、今日ですね、日本ハム上沢選手のポスティング移籍、まあマイナー契約スプリット契約でございましたが、そこがまあ無事決まって残留というのがなくなりました。でまあそのタイミングでかねてから言われていたもう一人取るというね、助っ人投手、それが発表がありました。まあただなんとね、そこで取ってきたのがバーヘーゲン、2021年まで日本ハムに所属していたピッチャーでございまして、まさかの出戻りということになっております。まあしかもね、メジャーに戻って去年しっかりとリリーフでありますが成績を残していたこのバーヘーゲンが帰ってきてくれるとなれば、まあ本当こう頼もしいなっていうところではあるんですが、まあまあその辺含めね、しっかりとお話していきたいと思います。まずは記事から見ていきましょう。はい、日本ハムドリュー・バーヘーゲン獲得発表。日本ハムは12日、前大リーグカージナルスのドリュー・バーヘーゲン投手と契約合意に達したと発表した。2021年以来の復帰。バーヘーゲンは198センチ、104キロの大型ワン、バンダービルド大から2012年6月のドラフトでタイガースから4巡目で指名された。球団を通じて2020年と21年シーズンに北海道日本ハムファイターズでプレーしてから、自分のキャリアの中でいつかはまたファイターズに戻ってプレーしたいという強い思いがありました。私に再度オファーをしてくださったファイターズに心より感謝していますし、幸せに思います。チームメイトに会うとエスコンフィールド北海道という素晴らしい球場でプレーできることを楽しみにしています。今シーズンチームの勝利に貢献できるよう自分のできる限りの力を発揮し精一杯プレーしていきますとコメントした。チームにとっては今季8人目となる外国人選手、新庄剛志監督はメジャーからのオファーを断ってバーヘーゲンがファイターズに戻ってきてくれるとは夢にも思っていなかった。僕は前回一緒にやっていないけど素晴らしい投手だとはみんなから聞いていたので本当に嬉しい。彼がどんな選手か今更説明する必要もないかな。去年はメジャーで60試合投げて成績がずっと安定しているからね。もちろんローテに入って活躍してほしい。何よりもう一度ファイターズの1位になって北海道の大歓声の中で投げたいという心意気が嬉しいよね。うちの先発投手陣どうなるんだろう。ハイレベルな争いが本当に楽しみだねとコメントしたということになっております。はい、というわけで、まあ日本ハムがバーヘーゲンを再獲得ということになっております。まあまあ本当日本ハムを退団してから去年60試合投げて安定した成績を残しておりましたし、まあどうやらやっぱねメジャーからのオファーっていうのもあったみたいなんですよね。そういう中で日本ハムに復帰、まあまあやっぱあっちではねリリーバーでのオファーだったっていうふうには思うんですが、やっぱねこう先発をやりたいっていうところもあるのか、それを蹴って日本ハムに戻ってきてくれたということになっております。まあまあやっぱね日本ハムにいた間も活躍してくれていたピッチャーでございましたし、彼のね能力の高さっていうのは皆さんご存知かなっていうふうに思いますんで、まあ本当ね彼が戻ってきてくれてよかったなというところでございますが、ではまあそんなねバーヘーゲン改めてどういう選手かっていうところをしっかりとおさらいしていきましょう。はい、では見ていきます。ドリュー・バーヘーゲン2012年 MLB ドラフト4巡目指名、出身地はアメリカ、1990年10月22日まで33歳、198センチ104キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。平均は約150キロほど、昨年ね MLB で記録しております。球種はスイーパー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、シンカーなどを投げます。バーヘーゲンはタイガースのマイナーで主に先発として経験を積むと、2014年に MLB デビュー、その後リリーフを中心に登板を続けるも、2019年オフに日本ハムと契約合意が発表され NPB 入り。1年目はコロナで120試合制の中で先発として8勝をマークし、2年目は前半戦こそ打ち込まれ後半戦に抜群の活躍を見せましたが、オフに自由契約となり退団となります。その後はカージナルスと2年550万ドルの契約を結ぶと、1年目こそ不振でありましたが、2年目の昨年はリリーフとして60試合に登板するなど活躍を見せていたということでございます。はい、このドリュー・バーヘーゲン、まあメジャーでそこそこリリーフとして実績があったピッチャーでございますが、まあ日本ハムがそこを引っ張ってきて先発として起用で、1年目ね8勝を挙げて、2年目はちょっとねコンディションの影響で前半戦は苦しんでいたんですが、オリンピック休みを挟んで後半戦っていうのは本当ね抜群の活躍を見せておりました。まあただオフに自由契約となってメジャーに帰ってしまったというところでございました。でそのメジャーで去年はねなかなか苦しんでいたんですが、まあ今年はリリーフで60登板、防御率も3点台っていうところで活躍を見せて、そしてまあ昨年の11月2日契約が切れて FA ということになっておりました。でまあ当然ねメジャーからの誘いっていうのはあったみたいなんですが、それを断って今回日本ハムと契約合意ということになっております。まあまあやっぱね先ほども言った通りリリーフとしてのねオファーだったとは思うので、選抜やりたいっていうところであればまたこう NPB 古巣日本ハムに戻ってプレーするのが一番というね考えだったんでしょう。そこでまたね結果出せば選抜として MLB に戻れる可能性もね出てきますんで、まあまあやっぱこうお互いの利害がぐっとねあった形になるんではないでしょうか。はい、ではねそんなバーヘーゲンでございますが成績の方も見ていきましょう。
はい、では成績ですね、見ていきましょう。まず NPB の通算から見ていきましょう。2年間で38試合13勝14敗 207.2 イニングで防御率が 3.51、 WIP 1.17、 奪三振率 9.32、 与四球率 2.69 という成績になっております。まあね、こう NPB では短縮シーズンもあったっていうところでめちゃくちゃ高イニングを稼いでいたわけではないんですが、まあそれでもね、2年間で200イニングを超えて防御率は3点台半ば、さらにまあ奪三振率、与四球率ともに非常に優秀ということになっております。まあなんでやっぱ本来であれば2022年シーズンも契約更新っていうところがね望ましかったんですが、メジャーに帰ってしまったっていうところもあったんで、そこはやっぱね悲しんでいたファンも多かったのかなというところでございます。で MLB の通算で見ていくと206試合で18勝12敗 281.2 イニングで防御率が 4.98、 まあ NPB 来る前もね100試合以上に投げていたんですが、向こうに帰って2年間でしっかりとね登板数っていうのを積み上げて、もうね MLB でも200試合以上に投げているということになっております。でそして昨シーズンの成績見ていくと60試合で5勝1敗14ホールドで 61.0 イニング、防御率 3.98、 奪三振率 8.85、 与四球率が 3.84 と、まあ去年はリリーバーでありながらしっかりと成績残しております。まあ防御率もね3点台ですし、奪三振率も優秀、まあまあこれだけの成績残していればね、メジャーのオファーがあったっていうのも納得かなというところでございますが、で総評を見ていきましょう。 NPB を離れてからの2年間はリリーフとしての起用が続き、シンカー主体の投球からスイーパーを取り入れスタイルチェンジに成功、昨年に上々の成績を残していたということになっております。まあまあやっぱバーヘーゲンといえばね、割とこうシンカー、ツーシーム系統が主体のピッチャーでございました。まあそれはね NPB でも健在でございまして、まあ結構な割合でツーシームを投げていたかなというふうに思います。まあただ向こうに戻ってからはシンカーの割合を若干減らしてスイーパーを取り入れていたんですよね。去年のシーズンとかは一番投げていたのがスイーパー 30% くらいかな投げていたっていうところなんで、割とこうスタイルチェンジをしていたということになっております。でまあそれでしっかりとね成績残していたっていうところもあるんで、 NPB に復帰してもね期待値は当然高いのかなというところでございます。ただ球速は2020年 NPB で先発して記録していた 152.9 キロ、そこから昨シーズンはリリーフで 150.3 キロに低下しております。まあ2021年もね152キロ弱くらいにはなっていたんですが、そこからまあ年々ちょっとね球速っていうのは落ち気味と、まあなんでNPB に帰ってきて先発起用となれば以前のようにこう球速が出ない可能性もね十分あります。まあやっぱね先発152、3キロぐらい出るっていうところは NPB ではかなり速い方だったかなっていうふうに思いますし、だからこそね高い奪三振率っていうのを維持できていたとは思うんですが、まあさすがにその頃の球速は出ない可能性もありますし、となると以前のようにバッタバッタ三振取れるかっていうのは一個不安ではありますよね。まあただやっぱ新たに移植したスイーパー、これを軸にスタイルチェンジをしてきているっていうところもありますし、まあ仮にね以前くらい球速が出ないとしてもね、また違ったバーヘーゲンを見せてくれるのかなっていうふうに思いますし、まあまあしっかりとリリーフで活躍はしていたので、そうであってもやっぱ当然ね期待値は高いかなというところでございます。まあなんでこう日本ハムの補強で考える中で最善のチョイスにはなってくるんじゃないかなというところでございますので、もう本当ね取れてよかったなというところではないでしょうか。ではそんな日本ハムでございますが、助っ人事情についても見ていきましょう。はい、では日本ハムの助っ人っていうところで見ていきましょう。まずねピッチャーはロドリゲスが唯一残留で、マーフィー、ザバラ、バーヘーゲン、3人のピッチャーを獲得ということになっております。まあロドリゲス、マーフィーは先発リリーフ両睨み、ザバラがリリーフで、バーヘーゲンはね間違いなく先発かなというところがありますんで、まあまあほんとねこう熱くなっているんじゃないでしょうか。で一方野手に関してはアリエルが唯一残留、センターの候補にスティーブンソン、両翼 DH の候補にレイエスを獲得ということになっております。まあなんでこれで助っ人はですね7人体制ということになっております。で育成のねスンイーレイを合わせれば8人ということで、かなりね助っ人の数自体は多くなっているということでございます。で日本ハムのねデブストーンも見ていきましょう。ピッチャーは33、キャッチャーは8、内野は13、外野が11、計65ということになっております。で育成が18選手、まあ主にピッチャーで上げたい選手っていうのも何人かいるのかなというところではございますんで、割と枠は空いているかなというふうに思います。まあただ助っ人はね当初の予定通りここで終了が濃厚でございます。まあやっぱここ支配下で7人いますので、まあ当初の予定人数に達したということになっております。まあまあなんでほぼほぼこの辺は終了かなというふうに思いますし、まあもしかしたらね育成でちょろっと獲得みたいなところはあるかもしれないんですが、まあまあでも終了でしょう。ただやっぱデプスをね見ていくと内野手っていうのが少ないのが分かります。13人しかいないですよね。まあ大体どの球団も15人以上はいるのかなっていうふうに思いますし、やっぱこの辺は若干少ないで、特に二遊間の補強、この辺は必要に思います。
ドラフトでも取れてないですしね。まあ、助っ人で言ってもね、二遊間は取っていないっていうところもありますし、まあまあやっぱどうしてもこの辺が薄くなってしまうんですよね。まあなんで仮に今後トレードで動きがあるのであれば、そこを補充してくるのかなっていうのはなんとなく予想はできますよね。まあやっぱね、日本ハム去年かなりトレードっていうのが多かったです。まあキャンプまでにまだね、動いてくる可能性は高いんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあもしかしたら内野手二遊間をできる選手を取ってくる可能性も十二分にあるのかなというところでございますので、まあまあその辺も含めね、今後も日本ハムの補強っていうところ、助っ人はね、ひとまず終わりでしょうが、まだまだ動きがある可能性がございますので、要注目かなというところでございます。はい。では今日は以上です。最後ね、ネットでの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。マジバーヘーゲン帰ってくるのか、上沢の穴を埋めてほしいということになっております。はい、そうですね、やはり今回ねバーヘーゲンが帰ってくるということになっておりまして、まあやっぱいい補強ではありますよね。まあ以前ねこう日本ハムにいたからこそここまで活躍してくれたバーヘーゲンが NPB にっていうところもあるでしょうし、年齢的にもねまだこうやれる可能性は高い。そうなればやっぱね先発で非常にいいピッチングっていうのを期待したいところでございますし、なんといっても上沢選手、彼のねポスティングが決まってしまいました。まあマイナー契約、スプリット契約ということになっておりまして、まあ彼もねメジャー契約の話はあったみたいなんですが、まあまあいろんなところを加味してこうマイナースタートということになっております。まあ譲渡金の方はね、仮にメジャー契約であってもスプリット契約であってもですね、言うてまあまあそこまで変わらないというか誤差だと思います。まあポスティングでね出してあげた時点でその辺の見返りっていうのは期待しない方がね良かったってとこではあるんですが、まあでもやっぱこうただ同然で上沢選手が出ていってしまって不安にね思っていたところもあるかなというふうに思います。そこにこうバーヘーゲンが入ってきて、まあ彼の穴っていうのを埋めてくれるのであればね、もう本当それに越したことはないのかなというふうに思いますし、こう盤石の先発陣が完成すればね上沢選手をこう素直に応援しやすくねなってくるんじゃないかなというふうに思いますし、それだけにねやっぱバーヘーゲンにかかる期待っていうのも大きいのかなというふうに思います。でこちら見ていきましょう。それにしても今年は外国人枠争い激しくなるなということで、はい。でまあ一方でバーヘーゲン獲得で助っ人枠は試合下が7選手、まあスンイレがねいきなり上がってくるっていうことはないでしょうから、この7人で臨むっていうところではあるんですが、まあまあただね外国人枠としては原則1軍登録できるのは去年通りであれば5枠、まあ最低2人は2軍、ベンチに入れるのも4人までということになっております。まあまあそう考えるとやっぱねこのね外国人枠争いっていうのも激しくなってくるのかなと。本命で言うとねやっぱまあアリエル、レイエス、スティーブンソンにバーヘーゲン、まあそしてこうマーフィーかザバラかなっていう感じかなっていうふうに思うんですが、まあただやっぱね去年不調だったとはいえロドリゲスも実績っていうのはありますし、入ってくる可能性はございますんで、やっぱ誰がね一軍の枠をつかむかっていうところ非常にこう重要にはなってくるとは思いますんで、まあこの外国人枠争いが激しくなれば順位も上に行く可能性が高くなってきますんで、まあまずはこう開幕ですよね。まあどの選手が5人ね一軍の枠を勝ち取るのかっていうところもう本当今から注目かなというところでございますが、はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。